こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。梅雨、真っ最中という感じですね。本日は着物を着た時の雨の対策についてお話をしていきたいと思います。私は毎日着物を着ているので、雨が降ったからといって着物を着ないという選択肢はないんですね。私の今日どういうふうな対策をしているのかというのをご覧いただいて、ぜひ何かお役立ていただければ嬉しいなと思います。まず、雨が降っている時に様々状況とかシチュエーションが許せば、今日私ちょっと絹の着物を着てるんですけれども、できたら洗える着物、自分でメンテナンスできる着物に袖を通す方がご自身が安心して着物を着ることができるんじゃないかなと思います。まずはこれが私は心穏やかに雨の日に着物を着る重要なポイントかなと思います。続きましては、具体的にちょっと3つ例を挙げてお話をしていきます。私が使っている雨コート、それから2つ目が足元周りのケアについて、それから3つ目、持っていると便利な雨対策グッズ、それについてお話をしていきましょう。まず雨コートについてお話をしていきます。こちら私が愛用している雨コートです。一番、着ている回数が多いもの3点ちょっと選んできました。1つ目、ポリエステルの素材の雨コート。2つ目、男性のスーツの生地で仕立てるウールの雨コート。それから3つ目、綿麻の素材の雨コート。シチュエーションや季節によって使い分けています。まずこちら一番上のポリエステルの雨コート、こちらはどういうシチュエーションで私が着てるかというと、とにかく雨が降って着物をバッチリどうしても守りたい、そういう時にこのポリエステルの雨コートを着るようにしています。これを着ていれば、大丈夫という安心感があるものですね。続きましてこちら、ウール素材の雨コート。こちらは、ウールの素材、生地自体に撥水加工みたいなものが施されていたので、雨コート作ってみようかなと思って作ってみました。今は梅雨時期なので暑いのでこのコート着ることないんですけれども、秋冬雨が降ってちょっと肌寒いっていう時にこのコートを着ることが多いです。続きましてこちら一番下、綿麻の雨コート、今時期一番よく着るコートですね。雨コートなんですけれども、私この綿麻の素材には撥水加工みたいなものは施してないんですけれども、どんな雨でも着物をがっちり守ってくれるっていうわけではないんですけれども、やっぱり今時期暑いじゃないですか。ちょっと暑いのが無理だなとか、今日はこれ濡れても大丈夫な着物だからとか、帯をとりあえず守りたいなみたいな時にこの綿麻の雨コートを着ています。少し文献で読んだことがあったんですけれども、こういうポリエステルとかそういう素材ができる前、化学的な素材ができる前は、すっごく目の詰まった木綿の生地を使って雨コートとかを作っていたというのをちょっと読んだことがあって、でそれから綿麻のコートいいんじゃないかな、風も通って涼しいしと思ってちょっと作ってみたところ、かなり私的に快適だったので綿麻の雨コート、時期的に梅雨の時期に着用するということもありますが、この3つの中では一番着用している雨コートかなと思います。市販の出来上がっている雨コートの素材っていうのは基本的に、ポリエステルが多いと思いますね。それからおあつらえする場合、マイサイズでお仕立てをされる場合、一般的なのは、雨コート専用の生地があったりですとか、あるいは着物で大島紬というものがありますけれども、その大島の生地を使って雨コートを作るっていうのが多いかなと思います。ご自分に合った雨コートぜひ見つけてみてくださいね。私はシチュエーションによって使い分けています。続きまして、足元周りご紹介していきましょう。通常の雨用のお草履っていうのは、このつま先の部分にもカバーがつけてしまっていて取り外すことができないという雨用のお草履というものもあります。私の場合本当に雨がひどい時とかっていうのはそういったものを使うこともありますけれども、建物の中に入ったらそのカバーを取り外したいなって思う時もあるんですよね。なのでそういった場合はカレンブロッソ
の履物を履くようにしています。カレンブロッソって何という方もいらっしゃると思うんですけれども、カレンブロッソは大阪の老舗のメーカーさんが、まあ、プライベートブランドという形で出してらっしゃる、ラインになります。ブランドになりますね。まずこのカレンブロッソの履物がなぜいいのかちょっとお話ししていきましょう。この横の素材、靴の素材、つまりラバーソールを使っているので、多少濡れても大丈夫っていう安心感がありますよね。それからこの底、ここの底がこう滑らないようになっているので、こう例えば雨が降った時、駅でこうスルッてなったりとか、建物の中でツルッてなって、わ怖っっていう風な思いされた方も少なくないんじゃないかなと思うんですけれども、これ大雨の時、それから私雪の時に履いても滑らなかったので、すごいこれグリップ効いてるなという風に思います。それから裏をちょっとお見せした時に、皆さんあれって思われるかもしれないんですけれども、普通履物ってここに鼻緒が過げてあるんですけれども、ここの裏側で鼻を過げて、こう後からこうペコってこの鼻を過げたところを隠す部分っていうのがあるんですけれども、これはここがとにかく1枚になっています。なので中に水がこう通ることがないんですね。通常のお履物であれば、ここで鼻を調整するんで、どんなに後から口をここ閉めたとしても、そこからすごく雨がこう強い時は、ここから雨が上がってきて鼻緒のこの部分を伝ってきて、足袋までちょっと濡れてしまうということもあるんですけれども、このカレンブロッソの場合、ここもしっかり止まっているので、水が上がってくることもなくて、この辺り濡れるということが少ないですね。それからここ横の部分が斜めにカットされているので、こう跳ね上げが少なくて、私は雨の時にすごく便利だなと思って重宝しています。ただとはいえ、この部分、この辺り鼻緒の部分って全然守れないんですよね。なので私、そういう時どうするかというと、こういう着脱式のカバーを使うようにしています。ちょっと私が普段使っているものなので、あんまりね綺麗じゃないんですけれども、こういう風にして、よいしょ、簡単に装着することができます。そうするとこの鼻緒の部分、先の部分を守ることができるので、私はこの着脱式のものを愛用しています。この着脱式すっごい簡単なんですよね。もっとこうボタンとかで留めて、しっかり留められるものもあるんですけれども、私はそういったものも使うことありますけれども、基本的にはめんどくさいなと思っちゃうので、これである程度カバーをしています。これはカレンブロッソじゃなくても使うことができるので、ぜひお手持ちのものに、ちょっと気になられた方はお試しになってみてくださいね。こちら概要欄に詳細を貼っておきます。よかったらご覧になってみてください。続きまして、足元周りもう一つお話しさせてください。着物の時だけじゃないと思うんですけれども、靴下、濡れた靴下で一日過ごすってすっごい気持ち悪くないですか？私、足袋も同じだなというふうに思っています。足元周りで足袋の上に履く足袋カバーというのがあるんですけれども、完全防水というわけではないんですが、足袋が濡れないようにポリエステルの素材の足袋カバーというのをつけていただくと、足袋本体が濡れるということをできるだけ防ぐことができます。足袋の上につける足袋カバー、靴下みたいにこう口がゴムになっている素材のものはもうあれば、本当に足袋のようにコハゼ、こう留め具がついているものもあったりしますけれども、別にどの形でもいいと思います。とにかく足袋の上からつけるものが足袋カバーです。足袋の替えを持っていかれてもいいと思うんですけれども、私の場合荷物がね増えるのがすごく嫌なので、足袋カバーをつけて、で必要がなかったら脱ぐ、必要があったらつけるという風にするようにしています。あと足袋カバー、今水をね防ぐ、雨の時に履くということでお話しさせていただきましたけれども、汚れを防ぐということもすごく重要なポイントだと思います。私は例えば出張に行く時、新幹線に乗ったりする時、結構足元周りね汚れるんですよね、新幹線の中って。なので足袋カバーをつけることによって、足袋を汚さないようにしたりとか、あとはどなたかのお家にお伺いさせていただく時、ギリギリまで足袋カバーをつけてお家に上がらせていただくときに足袋カバーを取ると、綺麗な足袋の状態でお宅に上がることができるので、まあ、そういうような使い方もしています。続きまして、雨の時に持っておかれると便利な便利グッズ2つご紹介していきましょう。1つ目、大判のポリエステルの風呂敷です。こういうちょっと大きめの
ポリエステルの風呂敷があると、こうやって帯回りをこうやって守ることができたり、それからどうしても濡らしたくないバッグとかってあると思うんですけれども、バッグをこの中に入れてくるんで持っていただくと、バッグを濡らさずに済むというようなこともできますよね。それから雨コート着てるんだけれども、どうしても着物を濡らしたくないという時に、裾にこうやって巻きつけておいたりとかすると、裾回りもご安心なんじゃないかなと思います。このポリエステルの大判の風呂敷、大きさに迷ったらできるだけ大きいサイズの、ポリエステルの風呂敷選んでみてくださいね。続きまして、あると便利なグッズ2つ目はこのクリップになります。クリップ、まあ通常ね、お着物で出歩かれるとき持っておかれると便利ですよというふうにお話ししたこと何度かあるんですけれども、雨の時にも有効です。さて、どういう時に有効かというと、雨コートを着ます。そういう時でもやっぱりこの裾回り濡れるんじゃないかなって心配になることありますよね。そういった時はこうやって着物を持ち上げていただいて、クリップで留めて、この上からコートを着ていただくとよりご安心だと思います。で、帯をね、もっとちゃんと守りたいっていう時には、よいしょ、裾をね、しっかり上まで持ってきて、こういう風につけていただくと、より帯をしっかり守れるようになりますね。もしクリップがお手元にない時、裾を上げたいなと思ったら、例えばこの帯の中に挟んじゃうとか、それからこの帯締めに挟んでしまうっていうので対応を取れると思いますけれども、まあクリップの方がやりやすいと思います。お着物で外出される予定があるときに、まあ雨が一番降らないということがね、一番いいんだと思うんですけれども、いきなり降ってどうしようっていうと、とにかく焦ってしまうので、できる範囲で結構です。事前の準備を行っていただければなというふうに思います。それだけで心が安定して、お着物を着るという行為がもっともっと楽しくなると思います。本日のお話が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。